はい、おはようございます、てかこんにちは、D649 です。編集してたら朝になっちゃいました。はい、ということで、前回は、あなたの育ちの良さランクプリキュアオールスターズ編で初代からスウィートプリキュアまでやりました。で、そうですね、今回はその続きで、スマイルプリキュアから現在放送中のキラキラプリキュアラモードまでやりたいと思います。ヌンヌン説明とかに関しましては前編の動画で説明しているので、まだ見てない方は概要欄のリンクからご覧ください。それではスマイルプリキュアから始めていきましょう。さあ始めます。まずはキュアハッピーみゆきちゃんですね。では診断。なるほど、言葉遣いはまずまずで、財力めっちゃあって家柄、どうなんだろう。言葉遣い普通で、身なりは残念で、教養はまあある。ちょっとキャラとは少しだけ違う気がしますよね。はい、実は教養があったという、あんな方ではあるんですけど、はい、ただ実は教養はまああるということで、はい。さあ、育ちの良さは地流階級。なるほどね。なるほどって感じですね。まあ普通ですね。はい。さあ、あかねちゃんいきますか。キュアサニー、どうでしょうか。おお、関西弁バリバリ使ってるけど、言葉遣いが9割近くで、家柄良さそうで、身なり、は 100%、 財力はいまいちで、教養はちょっと残念って感じですね。まあこの辺は分かりますけど、これはちょっとびっくりですね。はい、なるほど。ただ人を傷つけないような感じはします。結構ツッコミは激しいけどね。はい、さあ、あかねちゃんどうでしょうか。ん、なんか怪しいな。極道ですか。マジっすか。関西弁バイバイ喋って極道って、ちょっとなんかあれだな、ちょっと怖いですね。裏の顔がちょっと怖そうです、もし極道であったとするなら。でもそんなはずがないですよね。はい、さあキュアピースですね。弥生ちゃんです。では行きます。弥生ちゃんは、あー、なるほど、家柄はちょっと、もうちょっとあってほしかったけど、あとはほとんどキャラ通りじゃないかなと思います。意外と面白い結果が出ました。さあ弥生ちゃんは上流階級。おお、なるほど、ちょっと面白いですね。はい、上流階級か。王女様とかお嬢様とかあれだけど、なんだろう、王女様とかどうでしょうか。お嬢様とかじゃなくて王女様とかだったらまあ分かるかもしれません。はい、さあ、なおちゃんいきましょう。なおちゃん診断。なおちゃんは、おお、教養がいまいちですね。ちょっと残念、もうちょっとあってほしかったな。あとはキャラ通りかなと思います。はい、さあ、なおちゃんどうでしょうか。暴行貴族。まあ、なんだろう、兄弟がたくさんいてんの、お姉ちゃんなのは分かるんですけど、それをまとめる暴行貴族だったらもうちょっと怖いですね、もしそれだったら。性格的にどうなるんでしょうね、想像してみましょう。あとは皆さんにお任せしますけど、はい、さあレイカさん、レイカさんはどうでしょうか。
おー、なるほどね。教養はもう、わかりますね。はい。もう、これはわかります。キャラ通りですね。この辺もまあ、キャラ通りかなと思うんですが、8割ぐらいだからまあいいでしょう。体力少ない。それはちょっと残念ですね。家柄、良さそうですね。身なり。身なりはちょっと残念。もうちょっとこの辺で良しかったな。さあ、レイカさんはどうでしょう。紳士淑女。一段と美しいですね。確かにキャラ通りかとは思います。はい。さすがです。スマイルプリキュア、スマイルプリキュアあと一人。ちょっと番外編っぽくなってしまうんですけど、あと番外編でプリキュアオールスターズもう一人います。ネタバレにはなっちゃうんだけど、最終価値格でキャンディーがプリキュアになるお話があります。では、キャンディー、やってみましょう。ちょっと数値がおかしい。ちょっと数値見てみていいですか？家柄は、4! わからない。これはよくわからない。財力92いいんじゃないですか？身なり31、言葉遣い53。うん。教養スイッチなんてあるわけないでしょ。過去こういうのあったの、ガルパンでミカさんぐらいでこういうのがあったぐらいですけど。さあ、キャンディーは、執事。まあ、皆さんをサポートするって意味ではキャラは合ってる気がするけど、これはちょっとおかしいですね。はい。1001って何なんだ。スマペリシリーズ最後ですね。最後はですね、プリキュアオールスターズのニューステージに出てきた、あゆみちゃん、要はですね、キュアエコーですね。では、行ってみましょう。エコーは出るんでしょうか。まあ、普通の女の子とは言うんだけど、教養は残念で、財力もないんだけど、あとはまあ、わかる気がします。キャラ通りかなと思います。うん、なるほど。さあ、育ちの良さは？紳士淑女。人により、意見は個人差ありますけど、人によっては美しいかなと思うし、うん。人によっては、まあ、ちょっと言い過ぎかなっていうのもあるかなと思いますけども。自分は可愛いからいいかなと思ったんですけど、むしろこっちかなと思ったんですよね。はい。ということで、スマイルプリキュアシリーズここまで。さて、今度は、ドキドキプリキュアやりますよ。まずは、キュアハート、マナちゃんですね。はい。マナちゃんはどうなんでしょうか？診断しまーす。おー。財力はあるかどうかちょっと微妙ですが、それ以外はほぼキャラ通りですね。納得の結果です。まあ納得しました。さあ、マナちゃんどうなんでしょうか？王侯貴族！スーパー超人じゃないですか。はい。すごいですね。はい。さすがマナさんだと思いますよ。生徒会長です。はい。行動力も素晴らしいし、はい。もうスーパー超人ですよね。マナちゃんね。はい。さあ、今度は菱川梨花ちゃんですね。キュアダイヤモンドです。さあ、どうでしょうか。身なりは、全然ダメか。ちょっと残念ですね。ただ、それ以外に関しては結構いいところですね。はい。ほぼキャラ通りじゃないですか？すごいな、ドキドキ。はい。さあ、梨花ちゃんどうなんでしょうか。結果は羊！おほほほ！マナちゃんといいコンビだ！マナちゃんがこれでしょ？で、リカちゃんがこれだから、いい関係じゃないですか。幸せの王子を支え、やめときます。はい。はい。神ですね。はい。さあ、今度は、ザ・お嬢様ですね。アリスちゃんです。アリスちゃんどうでしょうか？キュアロゼッタ。教養がもうちょっとあればよかったな。でも全然ダメだな。この辺とかよかったな。言葉遣い。この辺までいってほしかった。それ以外にか、財力も100あってほしかったな。ちょっと残念でした。はい。キャラとはちょっと違うようで。さあ、アリスちゃんの育ちの良さは？羊！
こっちじゃないんかい。あえてマナちゃんを支えるって意味ではあるかもしれないです。セバスチャンだったらあれだな。ちなみに今回セバスチャン調べません。ごめんなさい。はい。さーて、お待たせ。キワソードマコピー。マコピーはどうなんでしょうか。診断しまーす。あの騒動が強要 100! ほー、面白い。財力あるかな。強要もうちょっとこの辺かなと思ってたんですけど、こうでしたか。はい。決してアホな子ではありませんけどね。はい。言葉遣い。意外と良かった。この辺かなと思ってたんです。結構ツンツンしてるとこあるんで、ね、家柄、まあわかります。財力、あるのかな。ちょっと謎です。身なりは良さそうですよね。はい。さあ、マコピーは、不良。マジで？そんなイメージはないな。ツンツンしてるところあるけど、不良まではいかないんですよね。はい。ちょっとキャラとは違いましたね。はい。さあ、ドキプリ最後はアグリちゃんですね。アグリちゃんどうでしょうか。ん？さっきのなんだ、キャンディーと一緒のような数値が出てるんですけど。身なりは確かに美しすぎて1000超えちゃってるって感じですかね。すごいな。言葉遣い。まあわかりますよ。はい。教養。31か。ちょっと残念。財力、30。もうちょっとあってよかったんじゃないですか。家柄、まあ低いのはわかりますよ。はい。身なりが美しすぎて1000超えちゃうって何なんでしょうか。謎ですね、キュアエース。さあ、アグリちゃんは？おお、王侯貴族。さすがですね、アグリちゃん。はい。もうキャラと合ってるんじゃないですか？はい。結構納得しました。育ちの良さランクに関しては。はい。ドキドキプリキュアはここまでです。さあ、お待たせいたしました。次はハピネスチャージプリキュアですね。まずは、キュアラブリー。めぐみちゃんですが、めぐみちゃんどうでしょうか？おー、なるほどね。教養、めっちゃあるっていう判定ですね。言葉遣い、まあいい。身なり、うん。どうなんでしょうか。財力はないのか。家柄は良さそうなんですかね。はい。さて、アニメではちょっといろいろあったみたいですけども、教養はしっかりしてるんでしょうか。はい。あれでしてるんでしょうね。はい。ちょっとキャラとはずれてるとこはまあありますけど、どうなんでしょうか。さあ、めぐみちゃんは、羊。おー。羊か。意外な結果ですね。荒ぶっちゃってるからこの辺かなと思ってたんですけど、はい。ちょっと失礼かもしんないけど、はい。うん。こっちですか。なるほどね。では次行ってみましょう。さあ次姫ちゃんです。キュアプリンセス、どうなんでしょうか。すごい、教養は80、ほとんどが英語じゃないですか。言葉遣い25。どうなんでしょうか。その通りなのかどうかわかりませんけどね。身なり17、財力34、家柄50。なるほどね。さあ、姫様はどうなんでしょうか。うん。姫はお嬢様じゃないけど、中流階級か。なるほどね。ちょっとなんとも言いませんけど。はい。ちなみに本名でやってみましょうね。本名はご覧の通りに長いですね。さあ、どうなんでしょうか。ちょっと、ふざけて診断してみます。
ああ、やっぱり違う。本名なんとやっぱ違うんですね。はい。言葉遣いはそんなに変わらないか。でも、財力があるって感じですね。もう、長ったらしい名前だと。さあ、どうなんでしょうか。本名に変えると。優等生になっちゃった。面白い。はい。ちょっと面白い結果が出ました。はい。じゃあ次行きます。さあ、ゆいゆいです。キワハニーね、行きましょう。言葉遣いもうちょっとあってほしかったな。残念ですね。許容はあるのはわかりますね。はい。それ以外はほぼキャラ通りじゃないですか。はい。さあ、ゆいゆいの育ちの良さは？紳士淑女。そうきたか。なるほどね。確かに外見がすごい可愛いからね、ハニーね。いろんな意味で。はい。いろんなところって言った方がいいのか。はい。まあ、可愛いって言ってもいいんじゃないですか。はい。ハピネスチャージプリキュア、最後、キュアフォーチュン、イオナちゃんですね。イオナちゃんどうでしょうか。もう、ちょっと面白い結果出ましたね。教養すごい低いですね。言葉遣いも低くて、隣はしっかりしてるの分かりますよ。家柄。なるほどね。もうちょっと低いかと思った。財力。なるほど。まずまずですね。この辺はちょっと納得できないな。ちょっと残念ですね。さあ、イオナちゃんの育ちの良さランクは？お嬢様。おお、面白い結果が出ました。この辺のイメージはあったんですけど、こっちでしたか。お嬢様のイメージのイオナちゃんか。悪くはないですね。はい。ちなみに、ハピネスチャージプリキュアにはたくさんのプリキュアが登場しますが、今回は調査の対象外とさせていただきます。ハピネスチャージプリキュア、ここまで。さあ、もうゴープリですね。まずは、ハルハル、キュアフローラ、どうでしょうか。ハルハルは、おー、面白い結果が出ました。ミナリ38はちょっと残念だったんですけど、それ以外はほぼ面白いですね。キャラ通りかなと思います。はい。さあ、ハルハルはどうなんでしょうか。紳士淑女。グランプリンセスを目指すんであれば、これは、まず、普通って言っても過言じゃないですよね。はい。可愛いグランプリンセスに、あ、ちょっとネタバレだからやめとこう。慣れることを信じて。はい。さあ、今度はもう完全にお嬢様ですね。南さんですね。キュアマーメイド、どうなんでしょうか。ん？ちょっと待って。これは一体どういうことなんだ。また線が出てきた。南さんの家柄って、キャラ通り。面白い。さあ、財力は？おう、まあありますね。いなり、すごいじゃないですか。言葉遣い33はちょっと残念。許容94、さすがですね。はい。さあ、南さんはどうなんでしょうか。ああ、中流階級か。こっちかと思いました。残念ながらこっちでしたね。はい。でもまあ、こっちのグラフからしてはまあ、ほぼキャラ通りかなと思いました。結構納得しましたね。さあ、次はキララちゃんです。キュアトゥインクル。実は僕推しなんですよね。はい。もうすごい可愛いんですよね。はい。さあ、結果は？これとこれ逆じゃない数値。でも逆って言っちゃおかしいか。教養もう少しあっていいんじゃないですか。はい。まずかい。もうちょっと低いイメージはあったんですけど、意外と高い。みなり、100でよかった。100って、100だよね。77。まあいいんじゃないですか。家柄、
もうちょっと高くていいんじゃないですか。残念でした。さあキララちゃんはどうでしょうか。さあキララちゃんは上流階級。なるほどね。ちょっと面白い結果が出ましたね。じゃあ最後キュバスカーレット、トワッチです。トワッチはどうでしょうか。トワッチは許容アマール、わかりますよ。家柄もまあわかりますけど、言葉遣いはもうちょっと9割ぐらいって欲しかったな。ミナリもうちょっと、ミナリ低いな。このぐらいあって欲しかったですね。はい。財力もう少しあって欲しかったな。ちょっと、残念です。さあ、トバッチの育ちの良さは？おお、一番上のランク来ましたね。紳士淑女。やっぱり美しいですよね、トバッチね。はい。こっちはわかりますよ。ただ、数値がちょっと納得できませんでした。はい。ゴープリンセスプリキュア、ここまでです。今日も一段と美しいトバッチでした。さあ、残りあと2組ですね。まずは、魔法使いプリキュアですね。はい。未来ちゃんです。キュアミラクル、どうでしょうか。ちょっといまいちな結果ですね。はい。もうちょっと高くてよかったんじゃないですか？全体的に。はい。ミナリ6って何なんですかね？はい。ちょっと残念でした。はい。うん、育ちの良さは紳士淑女。未来ちゃんが紳士淑女のイメージはあるんでしょうか？はい。人によって様々ではありますが。まあ、可愛いからいっか。はい。では、次。さあ、今度はキュアマジカル、ニコちゃんです。ニコちゃん、どうでしょうか。なるほど。言葉遣いはちょっとツンツンしてるから、少し低いってイメージはあるのか、まあ、わかりますけど。教養もちょっとあっていいんじゃないですか ?6 割ぐらいとか。みなり100。これはいいですね。はい。家柄79。なるほど。財力43。もうちょっと高くてよかったんじゃないですか。しても13ってちょっと低いですね。はい。落ちてないから、とか言って。さあ、ニコちゃんどうでしょうか。おお、未来ちゃんと一緒に出ましたね。紳士淑女。なるほどね。確かにニコちゃん紳士淑女な、なんだろう、外見ですから。まあ、一段と美しいのはまあ分かりますね。はい。キュアマジカルでした。さて、ハーちゃんです。キュアフェリーチェどうでしょうか。あくまでもハーちゃんです。毒ってなんだ。教養94、意外とあるのかな。はい。左75。なるほど。体力93。なるほどね。はい。家柄、よくわかりません。はい。さあ、はーちゃんの育ちの良さはどうなんでしょうか。お嬢様。なるほどね。可愛いお嬢様だったら気持ちわかりますね。はい。じゃあ、せっかくなので、はーちゃんでやってみますか。はーちゃんは、はーちゃんだと思ったらやばい。なんか、イメージと逆。はい。何なんでしょうね、この数値は。ちなみに、はーちゃんだと、下町庶民に格下げか。ちょっと難しいですね。はい、コメントが。さあ、せっかくだから映画で変身しちゃったんで、キュアモフルやりましょう。モフル、どうでしょうか。乱7はちょっとあれかな。ちょっと厳しいですね。30ぐらいあったらもっと完璧なんですけど。家柄もうちょっと高くていいんじゃないですか。教養ありそうですね。言葉遣いまあまあ、こんなもんでしょう。はい。さあ、モフルンはどうなんでしょうか。上流階級。なるほどね。
でも、未来ちゃんとニコちゃんこっちだから、こっちを支える場にあるかもしれないから、まあ、気持ちはわかりますね。はい。まあ、魔法使いプリキュアここまでです。さあ、この調査もラストです。プリアラ、キラキラプリキュアアラモードですね。じゃあ、まずはキュアホイップ、イチカちゃんです。イチカちゃんどうでしょうか？お？家柄と言葉遣いが引くって、それ以外はまあ、ほぼキャラ通りかな。まずはもうちょっと、この辺かな。家柄、この辺かな。ちょっと厳しいですね。はい。さあ、いちかちゃんどうでしょうか。羊。リーダーなのに羊か。なるほど。ちょっとキャラとはずれてましたね。はい。さあ、今度はひまりちゃんですね。キュアカスタード、どうでしょうか。敬語使うのに。9割以上あってほしかったな。そうすれば、いや、家柄もうちょっと良くていいんじゃないですか。63か。まずまずです。ちょっと残念でした。はい。さあ、ひまりちゃんは下町庶民。悪くはないですね。はい。なるほどね。ちょっとキャラ的に残念でした。さあ、次行きましょう。さて、今度はジェラートですね。青ちゃん。青ちゃん、どうでしょう。おお、いなり100。財力87。75。教養50。家柄55。まあ、わかります。なるほどね。この辺だったらまあわかる気がしますね。はい。さあ、青ちゃんは、チルーカー級。まあ、納得ですね。はい。さあ、マカロンです。ゆかりさん。ゆかりさんはどうでしょう。おー。家柄以外はほぼキャラ通りかなと思います。はい。面白いですね。家柄はどうなんでしょうか。ちょっとこっちは謎ですね。さあ、ゆかりさんの育ちの良さは？優等生。なるほど。美しいという意味ではこっちもあったんですけど、なるほど、優等生でした。なるほどね。はい。さあ、この調査ラスト一人ですね。健城明さん、キュアショコラです。さあ、明さんは、なるほどね。身柄がもう少し高ければ完璧でした。それ以外はまあキャラだ。言葉遣いもう少し高くても良かったかと思います。教養はまあまあいいでしょう。はい、なるほどね。さあ、アキラ様はボーイッシュなんだよ。お嬢様ですか。なるほどね。まあ一応女の子ですけど、まあボーイッシュのお嬢様も悪くはないですね。はい、といったところで、あなたの育ちの良さランクプリキュア編はこれでおしまいです。いかがでしたか？ちょっとキャラとほぼ同じや、ちょっと関係がちょっと一致していたりとか、ちょっとキャラがずれちゃったりとかしてあって、ちょっといろいろな結果が出て面白いですね。皆さんもですね、ちょっとこういったランクとか、ちょっと他のアニメのキャラでも調べてみてください。獣フレンズで喋ってみるのも面白いですね。はい。詳しくはこちら概要欄のリンクに載せとくので見てみてください。それから、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。